見てわかる通り本格的に雪になってきて、ここ標高200メートルだから、おそらく今日でもう入れなくなる、終わりになるだろうなっていう状況です。で、ここ土作りの仕込みをしたんで、そのお話したいなと思います。で、ここね、手前の方はトウモロコシをやって、で、奥の方は麦とか、ひまわりとか、そういう緑肥を植えたところなのね。で、そのトウモロコシも終わった後、刈払機で細かくして、緑肥も機械で買って置いといてカラカラにして、その後何ヶ月か置いてね、その後米ぬかをまいて、浅く耕して、で一冬置くっていう形にしました。で、この効果としては、なんて言うだろう、その有機物を表面に置いておくとなかなか分解されないわけね。で、そこに特にだよ、トウモロコシは、炭素率高いからなかなか分解しないから困るということで、細かくしたんだけども、それさらに米ぬかをまいて、なんだっけ、微生物の起爆剤として、で、それを期待してまいて浅く耕したので、浅く耕すことによって表面にあるから酸欠になりにくいと、ね、嫌気的発酵になるとちょっと腐敗の方に行っちゃうから、できるだけ酸素がある状態で発酵状態にしたいの。嫌気状態でも微生物はいて、それが働くんだけれども、畑としては好気的条件で働く発酵する微生物が増えてほしいわけ。嫌気的なそういう微生物はやはり腐敗の方だから、植物の生育に良くないから、土の中ではあまり起きてほしくないと。だから深いところに有機物は入れない、で、表面上に入れるっていう形にしました。で、一冬雪にする、雪の下にする。雪の下にすると、だいたいね、そこの温度は0度になるわけだ。で、ここはさ、基本的に山の中だから、多分マイナス5度から10度とかそのくらいになるのかなって思うんだけれども、だけど雪の下は暖かい。だからその下で微生物たちが元気に働いてくれて、分解して、そのトウモロコシとか緑肥を米ぬかと一緒に分解してくれると。一冬かけて、3ヶ月4ヶ月待て、5月ぐらいに入れるとすれば、まあ今12月になるから6ヶ月ぐらいは土を発酵させられるっていうこと、そういう仕込みしました。で、このやり方を土ごと発酵っていうのね、土ごと有機物を発酵させてしまおう、土を発酵させてしまおうっていうやり方になります。よくみんなが思い浮かべるのは、堆肥を作って、で、湯気が上がって温度も下がって完熟したのを入れるっていう、これすごくいい土作りなんだけれども、それって混ぜる労力すごい大変だし、で、出来上がった堆肥って重いから、それを散布するのも大変っていう、まあ、結構手間なのよね。だけども、カラカラにした有機物、まあ、もみ殻でもいいよとか米ぬかでも、まあ、軽いじゃん結構ね、まあ、結構な量になると重いんだけれども、そういうのをカラカラで水分が少ない状態で散布して、米ぬかと一緒に好気的環境に置いて発酵させる、土ごと発酵だ、土の中で堆肥を作るっていうやり方しました。だから、このやり方が俺は一番やっぱり今までやってきて、手応えあったなっていうのと、労力を削減できるっていうことでこのやり方やってます。で、これね、まあまあまあ、そう難しいことではないんで、表面にね、有機物を、その1年間貯めた有機物をまいて、半熟の堆肥でもいいよ、まいて米ぬかやって浅く耕しておけば、家庭菜園でも使える技術なんで、ぜひぜひやってみてほしいなと思います。ただこれ雪が降るんだったら、わあすごいな雪が降るんだったら雪の下にしてできるんだけれども、例えば関東とか雪がなくて霜が降りるって場所であれば、表面に霜から土を守るために、雪物をかぶせて霜から守るっていう作業をした方が俺はいいかなと思うんで、米ぬかをまいて表面に雪物敷いて、土を霜から守る、寒さから守るっていう感じにしておいた方がいいかなと思います。まあ、雪があるからできることなんで、まあ、でもこういう土ごと発酵、土の中で堆肥を作るっていうやり方は覚えておいて損はないと思うんで、まあ、みんなの参考になればいいなと思って動画にしました。で、だんだんカメラの方も雪ついてきて、ね、大変だし、俺も寒いから戻ります。今日はこの回でお話終わりにしますんで、土ごと発酵、皆さん覚えておいてくれたらいいなと思います。